磯出天満宮、学問の神様菅原道真が奉っています。その昔、菅原道真が京より太宰府へ流される途中、この道へ立ち寄り、その際に民衆に親切にしてもらったお礼に、着ている服の袖を渡されたことに由来するそうです。受験生の信仰が厚く、受験シーズンには多くの受験生が訪れます。また、大林信彦監督の映画「転校生の階段落ち」のシーンや、アニメ「神中」などにも登場しており、ロケ地巡りの人気スポットにもなっています。ところは55段の階段、これが初めて見る、10で、ここで10、1、2、受験生だけでなく、縁結びのご利益を求めて参拝される方も多くいるそうです。縁結びというと、男女の縁のイメージが先行しがちですが、様々なご縁に導かれ結び続けていく。そういった願いも含め、磯出天満宮の醍醐味ではないでしょうか。うん、そうだね。この紙は薄揚げ、まあ、ね、茹で時間だからね、やっぱりね。うん、